エプソン、アイプロジェクションならスマホやタブレットから写真や PDF などをワイヤレスで投射できます。用意するものは無線 LAN 対応のプロジェクターとエプソン、アイプロジェクションがインストールされている端末です。プロジェクターが無線 LAN 非対応の場合は別途無線 LAN ユニットが必要なので注意しましょう。アプリを起動し、プロジェクターとスマホを接続します。アプリから項目を選択し、投射したい画像を選ぶだけでスマホから写真や PDF をワイヤレスで投射できます。他にもカメラの映像を投射したり、複数の人の画面を一度に映し出すこともできます。